ハッピーボーナスはソフトバンクモバイルが旧ボーダフォン時代から提供する携帯電話の月額使用料割引サービス。ボーダフォン時代の料金プランやボーダフォンモバイルオフィスと併用できる。いわゆる縛りプランの一つで2年間の契約を約束する代わりに月額基本料金を15%割引し10ヶ月ごとに基本料金を2ヶ月間無料にする。 ただし、更新月以外で、解約や、ハッピーボーナスのみの解除、契約地域の変更などを行うと解除料1万円を払わなければならず、一時無料になったことがある。また、ホワイトプランへ移行するときは無料になる場合がある。詳しくは、ホワイトプランを参照。一般に2年縛りと言われている。開始当初、他社の縛りプランの期間は1年が主流だったため、 それらより割引率が高いにもかかわらず解除量の高さや縛り期間などでメリットの方ばかり問題視されていたが2006年1月 KDDI が前割を発表するなど他社も追随する動きが見られるその後の携帯機種代金の分割払いや MNP などの携帯電話業界の情勢の変化により2015年現在では2年縛りが主流となっている 現在は加入、変更等の受付を終了している。ドコモや AU の相次ぐ最大割引率の拡大、11年目に最大半額に対抗し、ハッピーボーナスの3年目からの割引率が15%から、ドコモや AU のように徐々に割引率が増加し、11年目には最大40%オフになるプランに改定された。この割引サービス加入者は、 自動で改定後の割引率に移行される。ハッピーボーナスは2003年10月、当時の J4 が社名、ブランドネームをボーダホンに変更するにあたって開始したサービスで、当時は割引の他にライフ特典と呼ばれるサービスを展開、グルメピア加盟店の割引クーポンや TBC でのエステコース割引、HMV 店等でのポイント2倍キャンペーンなど割引、 2ヶ月無料、ライフ特典の3つが特徴だったが、2005年3月をもって、ハッピーボーナスギフトは終了した。以降これに代わるサービスは、直接的には提供されていないが、2005年11月頃からは、ハッピーボーナスと、各し定額サービスの同時契約を条件に、新規契約及び機種変更時の端末セットの価格を割り引くキャンペーンが展開されている。なお、 店頭で販売されている1円携帯のほぼすべてがハッピーボーナス加入を必須としていた。また、au やドコモでは中途加入の場合でも携帯契約期間で各種割引率が設定されるが、ソフトバンクのボーダフォーン時代及びそれ以前の割引サービスの場合は該当サービス加入期間での計算となり、 長期契約者であっても新規契約者と同様1年目からの割引率となるので、期契約者は注意が必要である。ただし携帯契約期間自体のリセットはない。旧プランにおける長期割引サービスからハッピーボーナスへの移行についても同様にリセットがかかるが、これらから年間割引への移行に関しては加入期間が引き継がれるので、一概にどちらが得かとは言えず、 契約者の利用状況次第である。前述のように、ハッピーボーナスを解除するには、解除料を支払う必要があるが、解除料が無料になったことがあった。ボーダフォンは2003年10月1日、ボーダフォンハッピータイムを開始させたが、2004年7月1日から、ハッピータイムにへ移行させた。しかし、旧ハッピータイムより損をするケースが多くなったことで、 サービスの解約だという声がユーザーから集中した。そこでボーダフォン側は2004年4月30日までにハッピーボーナスを契約し、ハッピータイム2への移行を理由に解約するユーザーに限り2004年7月1日から31日までの1ヶ月間限定で解除料を無料にした。ボーダフォンはこの月、順元に転落した。ありがとうございます。